皆さんこんにちは、馬太郎です。今回は福永祐一騎士の勝利ジョッキーインタビューをまとめました。ぜひご覧ください。いやーもうダービーが勝つことはもうね、騎士にとっては夢ですからね。もう本当におめでとうですよね。ちょうど今週福永祐一騎士に競馬で、嬉し涙でも悔し涙でも泣いたことはあるんですかと、ある記者が質問したら、1回だけある。それは師匠の北橋修司さんが負けても何度でも自分のことを乗せてくれて、やっとその馬で重賞を勝てた時に表彰台でやれやれと、そんな風に見えた北橋先生の顔を見て泣けてきた。さあ今ゴーグルの奥ではあるものがあるでしょうか。ああもう見るだけで分かりますね。本当におめでとう、福永祐一騎手。そして安藤さん、はい、金子誠オーナーはすごいですね。そうですね。キングカメハメハ、はい、ディープインパクトは三冠馬、マカシキ、そしてこのワグネリア、はい、でも父も母も金コーナーの馬ですからね。この勝負がどれだけダービー勝ったかってもことね。すごいですね。大変な相馬眼といいますか、はい、ということになりますね。ちなみに福永祐一騎手、緑夫人がもうすぐ第2子誕生予定ということで、喜びも20。笑ってそして泣いてという福永祐一騎士の表情です。福永祐一騎士です。おめでとうございます。ありがとうございます。ついにやりましたね。あ、本当ですね。はい、ゴールした瞬間どんな思いがよぎりましたか。いやもう最後はもうただただ、気合だけでしたね。最後の最後はもう何が何だか分からなかったですけど、まあ、一着でゴールできたというのは分かったんでね。いや本当、初めての気分です。はい、大勢のファンから出迎えられたウィニングランいかがでした。いやそうですね、とにかくなんか初めてでしたね。東京競馬場で G1 も勝たせてもらったりしてたんですけど、またなんか全然違う、なんかふわふわした感じでした。そしてここに戻ってきて少し込み上げるものもあったかと思いますが。そうですね、たくさんのお客さんが声援で迎えてくれたところからちょっともう、そういう状況だったんですけど、なんかね、はい、こういう気持ちになったのも初めてですし、本当にジョッキーになって、こういう貴重な、ね、経験をさせてもらいました。はい、キングヘイローの挑戦から始まって、改めてここまでのこのダービー挑戦いかがでした。そうですね、キングヘイローもそうですし、一番人気で臨んだワールドエースだったり、ピハネイアだったり、いろいろなその他もね、有力馬で臨ませてもらいましたけど、全部結果出すことできなかったんでね、このままもダービー勝てないんじゃないかなと思う時もありましたけど、本当にたくさんの人が支えてくれて、家族が支えてくれて、自分をね勇気づけてくれたのが、今日の勝利に、何よりワグネリアンがね、スタッフの最高の調教に応えてすごくいいコンディションで最後まで一生懸命走ってくれたんでね、一番何より馬が応えてくれました。レースの方でも外枠だったんですが早めに後位につけましたね。そうですね、あそこをじっとしてるとポジション悪くなってしまうんで、ペース次第でもありますけどちょっとポジション取りに行って、引っかかる恐れはあったんですけど、うまく馬の後ろに入れることができましたんでね、あの時点でかなりいけるんじゃないかっていう感触はありました。その後はどういうイメージで乗っていましたか。有力馬が2頭うちにいたんでね、うちを使われないようにぴったりと、スペースを与えずに、あとはもう、先行馬がずっとしぶとかったんで、もうあとは夢中で追ってました。エポカドールがいましたけれども、本当に最後まで分からなかったですか。分からなかったです。はい、さあダービージョッキーになりました。そして父陽一さんにもどんな報告をなさいますか。いやそうですね、本当いい報告ができると思います。福永家にとっての悲願でしたから、はい、そうですね、良かったです。本当におめでとうございました。ありがとうございます。福永騎手でした。
おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちいかがでしょうか。いやもう最高に嬉しいです。藤原厩舎でね G1 高松宮記念を勝つことはできていたんですけど、まあ、この本当にみんな厩舎みんなで目標にしてた日本ダービーをねこの厩舎で取れたということは本当に最高に嬉しいです。エフフォーリアを終始こう何かマークしながら見ながらという競馬だったと思うんですが、まあ、道中いかがだったでしょうか。そうですね、非常にあのタイトな厳しい展開だったんで、ずっと周りを見ながらの形になりましたけど決してスムーズな騎乗ではなかったんですけど本当に馬の力に助けられた勝利だったと思います。ギリギリまで追い出しをこう我慢しているようなそんな風にも見えたんですが直線いかがだったでしょうか。まあ、そうせざるを得ないような状況でしたけど本当に最後の最後までね素晴らしい末脚を使ってくれました。直線で差し切ったという感覚はありましたか。いや分からなかったです。本当にもうどのタイミングでゴール馬が来てるのかっていうぐらいの着差だったと思いますし本当に最後まで引き上げてくるまで分からなかったです。福永さんにとってなかなか勝てなかったダービーワグネリアンで制してからこれで3つ目です。連覇ということになりました。何か一つ勝って気持ちの面で変わったところっていうのはあったんでしょうか。そうですね、やっぱり大きな自信をワグネリアンにもらいましたしその経験をねその後の騎手人生にも大いに生かせてますんで、まあ、こうやってその後ダービー2つ2勝できたっていうのも、ワグネリアンの勝利があったからこそだと思います。最後に今日応援してくれたファンの方にメッセージをお願いします。はい、本当にデビューした時からこの馬でダービーをという思いで、一緒に歩んできた馬で、最大目標でありますダービーを勝つことができて本当に嬉しく思います。お客さんまだまだ、制限している中での観戦でしたけど、それでもやっぱりお客さんに見てもらえてよかったなと思いました。たくさんの方々に応援していただきました本当にありがとうございます。最後にちょっとすみません個人的な話で病院のおじいちゃん見てくれてましたか。やりましたよ。早く元気になってありがとうございました。おめでとうございました。では今の気持ち教えてください。そうですね、すみません、まあ、今日で終わりだと思うと、まあ、いろいろ込み上げるものはありますけども本当に立派でした。立派な走りしてくれました。感動しました。ゴール板過ぎた後コントレールの上で福永さん涙を拭う場面がありました。まずどんな気持ちが込み上げてきたんでしょうか。いやまあ本当にデビュー前からですけど何事もなく順調に来たまではなかったですし、まあ、引退する今日までそういった不安を抱えながらずっと走ってたんですけど、まあ、そういったところもね今日乗り越えて立派な走りしてくれました。最後の直線は本当に強かったように見えましたが福永さんは乗っていてどんな風に感じたんでしょうか。まあ、非常にいいポジションで競馬できましたんでもうあとはもう馬を信じる以外は何もしてないです。コントレールが走り始めて2年2ヶ月福永さんにとってこの期間というのはどんな時間になりましたか。そうですね、まあまあ、夢のような時間でした。今までのジョッキー人生のすべてをあの馬に注ぎ込みましたし、それに応えてくれましたんでね、素晴らしい馬と巡り合いました。はい、感謝しかないです。改めてこう人生の一部と吉田馬のラストランでしたけれども改めて今どんな風に感じていらっしゃいますか。いや本当に無事に終えることができて、はい、本当に もうそこが一番です。次のキャリアに無事に送り出すことっていうことがもう一番重要な使命だと思っていましたから、まあ、その中で馬は非常にいいコンディションでしたし、まあ、課題であったスタートもね我慢していいスタート切ってくれましたから本当にもう言うことないです。はい、完璧でした。本当にこのレースで胸を熱くしたファンがいると思います。最後にカメラの前にメッセージをお願いいたします。はい、まあ、コロナ禍の中生まれた
三冠馬ということで、非常にこう鬱屈とした世の中に、光を差し込んでくれた馬だと思います。無観客の中行われましたけども、まあ、ダービーまでは最後ね、制限付きではありますけど、お客さんの前でね最後の雄姿をお見せすることができて本当に心から良かったなと思っています。またこれから守護馬としてね、もっと重要、さらに重要な役割を担わなければいけない馬ですけども、そこも含めて今後とも応援していただければと思います。本当にありがとうございました。おめでとうございました。福永雄一ジョッキーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると今後の活動に大変励みになります。よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。